なかなか使いこなせない seem、look の違いと感覚動詞。 Hello, Gala Language Online 講師の右半身です。日本人が、苦手な動詞に感覚動詞っていうのがあるんですけど、皆さん使えてますか？例えば It is good っていう文章なんだけども、これってそれは良いっていう意味でね、断定してるんですよ。いわば 100% それはいいっていう決定してるんですよね。で、感覚動詞っていうのはこの is のところに代入して使うんですね。なんかね、この感覚がみんなぼんやりしてるみたいで、 is って断定なんだけども、断定できない時に例えば It looks goodって言えば、いい感じに見えるっていう意味になって、断定しなくてもよくなるんですよね。こうして断定しない時に使ったり、感覚のニュアンスを伝えるために is 以外の動詞を使ったりするんですよね。目に見えるものに対しては look、 耳で聞こえるものに対しては sound、 鼻で嗅げるものに対しては smell、 口で味わえるものに対しては taste、で、手や肌で感じられるものに対して feel、 こういうものを使ったりしていくんですよね。なので It is good、これはいいですねって言って断定しますよね。そして It smells good、 これは good な匂いがするっていう、これ断定に使いますね。それから It tastes good、 これは good な味がするっていうことで、これも断定、自分の感覚で断定できますよね。それから It feels good、 これは good な感触がする、ね、それから、何々な気分だとかっていう時にも使えますね。で、これは断定をすることができます。で、それから It looks good、 これは good に見えるっていうことですよね。で、これが転じていいと思うとかっていう表現になります。で、これは断定しない時に使える表現になりますね。それから It sounds good、 これは good に聞こえるということで、これが転じていいと思うっていう表現になります。これも断定しないときに使う表現になるんですよね。で、これね、なんで使いにくいかっていうと、もう日本人ね、こういう動詞をあんまり会話で使わないんだよね。日本語にあまりないっていう感じね。で、なので会話になると It is good、これになっちゃうんですよね。なので、これらの動詞は is の代わり、 is のニュアンスを変えたいときに使えばいいわけなんですよね。で、本題の、look と seem の違いなんですけれども、両方とも、何々のように見えるって覚えちゃってませんか？seem って、こういうの動詞がネックなんですよね。see と seem、 これが似てるので、 seem が見えるって思ってる人いるんじゃないですかね。私もその一人でした。この2つ、全然関係ないんですよ。seem っていうのは主観が入ってる表現なんで、周りの、状況で判断してこう何々っぽいって思ってるよっていうことを表します。なので seem はこう何々そうとかね、何々っぽいっていうふうに覚えてみてください。例えばね、 You seem busy、 これだったら、あなた忙しそうだねとかね。それから He seems nice とかであれば、彼いい人そうとかね、いい人っぽいよねとかね、こういう時に使います。だからこの何々そう、何々っぽいっていうところの動詞を言いたかったら、これは seem を使ってもらったらいいなっていう感じです。主観が入ってますよっていう意味合い、分かりましたか？ね、というわけで例文を使って覚えやすくしちゃいましょう。一人二役英会話になっちゃいますけれども、よければ楽しんでくださいね。パーティーでの女子トークです。じゃあ行きます。 3, 2, 1 Look at him! He looks pretty! Go check him out! Wow! He smells good! Smells good? He seems smart! He brought me a drinkAnd it tastes delicious. He sounds good. What else? He feels so good. What? You touched him? Yeah, that golden retriever over there.お疲れ様でした。日本語を見てもらったらね、わかるけれども、英語と感覚違いますよね。だからね、これ直訳しにくいんですよね。この例文で、今日の動詞を全部使ってるんで、これを丸っぽ覚えてもらったら、これらの動詞がちょっと身近になってくるんじゃないかなと思います。Thank you very much for watching the lesson. I'll see you in my next video. Bye for now. このチャンネルはわいえ、右半身左半身、現役英会話講師による面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。